こっちからお題引いて、なんか合わせるやつ、全然合わないんじゃないかって思ってたんですけど、意外と合って嬉しかった。ジジイ、キノコありがとうございます。ジュンさん、ありがとうございます。キノコいっぱい、ありがとう。あ、キーさんもありがとう。いっぱいキノコ。ハム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 。ちょっとおちょこ、ちょっとおちょこ、ちょっとおちょこちゃい。ちょっとね、難しい問題もいっぱいあったね。都道府県はね、意外と分かりましたよ、私。都道府県はすぐ分かった、岐阜って。だから私、意外と都道府県さ、その都市、土地勘とかはないけど、単体で見たら意外といけるのかなって。いや、もしかしたら嘘かも。岐阜って意外と特徴あるよね。特徴あるから分かりやすかった。絶対みんな MV の話したよね。 MV の話しようか。 MV 皆さん見てくれましたか？ MV 見てくれましたか？きっともうみんな見てくれたよね。ああ、じゅんさん、キノコタワーだ。キノコクマタワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。 MV めっちゃ嬉しかったです。初めての MV です、私。ありがとう。ゆきおさん、ありがとうございます。クマ、初めての MV で、あんなに素敵な MV をいただけるなんて本当にありがたいです。私がもう憧れていたものそのものって感じの、青春感の強くて、制服でプールも背景があったりとか、水があったりとか、青空だったりとか、夕日だったりとか、もうね、すごい素敵な MV だなって思いました。そう、私もすごくいいポジションでにをいただけて嬉しかったです。だし、ちゃんとそれに合ったものを、もっともっと成長、それに合うような成長とか期待とかに応えられるように、もっともっと頑張らないとなって思ってました。思いながら臨んでましたね。そのポジションを見た時にすごく思いました。嬉しかったです、とても。でも私の頑張りっていうよりは、皆さんが本当にたくさん応援してくれてるからだなって思うから、本当にいつもありがとうございますっていう気持ちですね。待ってね、ギフトが全然追いついてない、ごめんなさい。そう、あ、雪水バランスいい、嬉しい。 嬉しい。そう、さえちゃんを挟んでのゆきと私だったんですけど、身長もゆきと同じだし、そうだね、身長的にもいい感じだったかな。嬉しい、でもそう言ってもらえて。対策は選抜で見てみて、頑張ります。皆さんも一緒に頑張ってほしいです。応援がてら初接触行こうかな、待ってます。 嬉しい、そう言ってもらえて。 MV はソフトボール部役でした。 ソフトボール部です。どうでしたか？似合ってた？ ソフトボールです。ちょっと面倒くさがりな運動部っていう感じの役でした。 設定は先輩なの？そんなことないですよ。赤似合ってた、赤似合ってたって、愛ちゃんもね、連絡くれて。そう、赤のイメージ全然、みんちゃん珍しいけど、めっちゃ似合ってて、いっぱいスクショしたって言われた。嬉しい、愛ちゃん好き。 そうで、白い真っ白の制服に、下は
その私たちがこう頑張って一生懸命濡らした地面グラウンドで踊ったんですけど、なんかそれもすごいなんかメッセージ性があるなって私はすごい感じました。勝手に私が感じてるだけかな、私の勝手な解釈かもしれないけど、まだ何も染まってない真っ白いねやつに染まる、なんかこれからいろんな色に染まれるよみたいなのも感じたし、なんかその泥っていうのがさ、なんかさこうなんかがむしゃらに頑張る感じがあるじゃないですか。なんかわかる、なんて言うんでしたっけ、そのなんか泥っていう字を使って、私はわかんない、泥っていう字を使ってなんかさ頑張る、泥臭く頑張るみたいな、なんかあるじゃないですか、なんかそういう感じの、そういうメッセージが込められたなんかMV だったのかなって思います。最後の虹がまさに未来を表してるよね。ねえ、すごい素敵な虹。がむしゃらにそう頑張るっていう感じがを表してるのかなっていう私は解釈をしました。すごいすごいね、なんかね私はすごい楽しかったです。泥水の中踊るっていう、いっぱい跳ねたりとかしたんですけど、私はすごい楽しかったなんかでもみんなさ一度、わかんない、私だけかもしれないけどさ、泥水の上でいっぱいはしゃいだりとかさ、水の上でいっぱいはしゃぐっていうのってさ結構憧れじゃないですか。私はだからすごいなんか青春ができてるっていう感じがすごい、青春ができてるっていうか青春感を味わえてすごく楽しかったですとかこの水まくやつとかもすごいびっちょびちょだったの、本当に真ん中の方にいたから本当にね全方向のもうこっちからもこっちからの水も全部かかるんですよ、ここだから。で自分たちが撒いてる水もかかるんですよ。すっごいびちょびちょだったんですけどめっちゃ楽しかったですめちゃくちゃ楽しかった。さえちゃんと雪水のトライアングルが強力だった、嬉しい、ありがとう。本当に楽しい撮影でした、私めちゃくちゃ楽しかった。見どころ、でもリップシーンとかも嬉しかったな、自分がリップシーンで映れるっていうのがすごい嬉しくて、私はもう今日でも今日まで、今日公開されてから今まででもいっぱい見ました。嬉しくて、自分がこう MV に載ってるっていうのがなんかまだ夢のような感じ、本当にずっと憧れてたところだ、場所、憧れてたものだったから嬉しかったです。キノコタワー来た、ありがとうございます。MV 嬉しかったよ。本当に嬉しかったね曲もいいんですよ、私すっごい曲も大好き、歌詞がすごく好きで、曲調も好きだし爽やかな感じで本当に嬉しい楽曲です。家族喜んでた、喜んでくれた喜んでくれました。たくさんの方に愛される MV とか楽曲に なってほしいなって思うし、なってほしいなっていうかなるんじゃないかなって思ってますなったら嬉しいです。あとは
なんかまだ今の AKB を知らないよって方もこう興味を持って見てくれて、え、今こんなにキラキラしてる子たちがいるんだ、しかもなんか選抜じゃないんだ、応援したいって思ってもらえたらいいなって思います。うん、そう思う、すごく。リカーバジョイに来ると思うよ。夢だね、それもまた。それも夢ですね。本当にキラキラしてたね、私も思う、そうやって。素敵な MV です。いっぱい見てね。いっぱい見てね。みずみん可愛すぎだろうってなってショールーム飛んできた、嬉しい。嬉しい、ありがとう。これで知ってくれる方いるかな、みゆのこといっぱい知ってくれたら嬉しいな。で、そのアンダー22選抜のみんなでイベントもできるんです。嬉しい。嬉しくないですか、カップリング曲でイベントができて、しかも花屋敷遊園地で皆さんと遠足みたいな感じのテーマで、嬉しいと思って、ありがたい。こうやって皆さんと会えるイベントがあるっていうのがすごく嬉しいです。懐かしい感じの曲だったね。そう言ってくれてる方もコメント欄とかで多くて嬉しい。お化け屋敷一緒に入れたりする？え、私突き飛ばしちゃうかもしれない。わかんない、私もまだ内容わかんないんですけど、全然。でもとにかく皆さんと会えるし楽しめるっていうことですごく嬉しいです。倍率高そうね、それはそうかもしれないです。あとはなんと今回のシングルもあの北海道ファンミーティングに参加させていただけることになりました。嬉しい、地元でまたファンミーティングに参加できるっていうこと自体が本当に感謝でいっぱいですね。うん、また今回も選抜っていう形ではないけどこうして参加できるのがすごく嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ北海道来てください。北海道来てほしいです。お待ちしてますね。そう、ファンミーティング嬉しい。なんか勝手にね、今回は無理かなって思っていたんです、勝手に。でもこうやって選んでいただけて嬉しかったです、すごく。当てないと頑張れ頑張れっていうか、当たりますようにだね、本当にみんな。12月の札幌は雪降ってます、氷点下ですね。あの皆さん暖かくしてきた方がいいかと。あの女の子特に多分、うん、まあでも耐えられるかな、え、どうだろう、耐えられるかな。え、でも多分あの暖かくても暖かくしてきてください、ぜひ。12月は本当に雪降ってます。あ、でもどうだろう、例年、うーん、降ってるね、うん、降ってます。まあでもなんだ、猛吹雪ってわけじゃないかな、多分。まあ積もってはいると思うけど、まあ真冬って感じではないかもしれない。まだそんなって感じかな、まあ、マイナスではあるんじゃないかな。まあでも多分1月とかが一番やばいから、
も暖かくしてきてください。飛行機どっちだった？早い早い。でもまあ早めの準備って大事。東京は氷点下にならないんだよ。え、でも東京の方が寒いよ。私からしたら、私からしたら東京の冬の方が過ごしにくい。寒さの種類が違うかも。なんか東京は風が強くて風の寒さがすごいけど、北海道はなんか凍る寒さ、なんか氷の寒さがある、氷っぽい寒さかな。私は北海道の寒さの方が得意です。東京のさ風の寒さが苦手かもしれない。あとは室内とかも暖かいから全然大丈夫だと思う。っていう感じで、皆さん、たくさんの方が来てくれるのをお待ちしてます。嬉しい嬉しい、本当に会える機会が、このシングルでもう2つもイベントがあるから、それが発表されて嬉しい。私も今日知りました、札幌ファンミーティングに参加できるっていうのを。今日のショールーム、一発ルームが終わった後に知って、はっ嬉しいってなって、そう嬉しかったです。よかった、嬉しい。あ、皆さんと一緒に知りました。そう、みんなと一緒嬉しい発表があっていい一日だった。本当にそう、本当にそうだよ。みんなも喜んでくれて嬉しかったな。MV もこうやってみんなと見れて、感想を聞きながら見れたし、ミニライブあるなら握手会で、今発表されてる握手会でってことか。ああどうだろう、まだ発表されてないからな、どうなるんだろう。お、佐々木先生も MV 見てよ、嬉しいです。どうですか、あの夏の防波堤に引き続き好きになってくれますか、この楽曲ロンモバの資源めっちゃ送っておきますね、ありがとう、お祝いありがとう。お、そうなんです、握手会も、え、すごいの、嬉しいの、私握手会なの、握手会の28日の3部、ずっと皆さんにあのここ来てほしいって言ってたところが残りわずかになって嬉しい。しかも握手会の本当に初めての握手会の本当の初めの部、最初の部だから、そこがこう残りわずかになったってことは、たくさんの方が私と握手しに来てくれるのかなって思ってすごい嬉しいです。ありがとう嬉しい。何か破壊しないか心配ですそこまでそんなこと考えて見てるんですか握手会嬉しいです、ありがとう。ちちちちちち、指定さんありがとうございますね。握手会で残りわずか、本当に嬉しい。グータッチ希望、こうやってきてこうやって皆さんがたくさん会いに来てくれて会えるっていうのが私は幸せです、本当に。鍛えてからいきます、握力勝負ですね。翌日に行きます。あのもう本当にどこでも
来られる時に来てくれるっていう、それが嬉しいので、本当に皆さんありがとう。手が疲れた頃に行きます。え？手が疲れた頃に？あ、手が疲れたから壊してもいいってことか。そういうこと？そういうことなの？オンラインしかできないけど、それがあるって感謝です。オンラインもね、オンラインでこうやって会えるのも嬉しいです。やっぱり父のファンの方って結構地方の方とか海外の方とかも結構いらっしゃるので、オンラインで会えるっていう、オンラインがあって嬉しいし、オンラインでこうやって皆さんが会いに来てくれる地方の方とね、会えるっていうのもすごく嬉しい。いつかね、地方にも行けたらいいなって思うけど、まだそれはないから、オンラインがあってよかったなって本当に思います。海外の方多いの？海外の方、わかんない、わかんない、他の人がどれくらいなのかわかんないけど、私は結構来てくれてるなって思います。結構英語で話してくれたりとか、多いです。九州からオンライン参加します、ありがとう。オンラインと握手会選べるのいいね。そうなんです、私服も可愛いな。ありがとうございます。今日はちゃんと一発ルームだったから、ちゃんとお目返ししました。あ、リップシーンのオフショットとか載せていいってことかも。結構写真、あーでもそんなにないかな、オフショット。でも載せたい写真は結構あるので、皆さん待っててね。 MV のオフショットあんまりないかな、どうだろう。でもあるので、あ、ソフトボールのねオフショはねないんです。めっちゃあそこらへん結構ね急いそう撮ってたから、ない、ごめんなさい。白い衣装の時しかないですごめんね。メール X?Twitter かな。もちろん載せきれない、あ、これちょっとツイッターじゃなくてメールの方がいいかもっていうような写真とかはメールに載せるけど、結構多分ツイッターの方に載せるかな。その方が多分皆さんもこう使えると思うし、どうなんだろう、どっちがいいんだろう、メールの方がいいのかな。でも多分私も結構使っていただきたいなと思うから、ツイッターに載せようかな。あっ X です。やばい10ねえ10まだ引きずります。こう伸びる、ここ沢山先輩と話せた、真中さんとかジロッキーさんの先輩方がその待ち時間の時に、昨日の夜みずみんのこと話してたんだよみんなでって話しかけてくださったりしましたそんな感じかな。
プールが背景のとこすっごいなんかすごいなんかモレモレじゃなかったですか。なんかめっちゃ綺麗に映ってたよね。リップシーンめっちゃ綺麗に映ってませんでしたか。めっちゃ嬉しかったんです。めっちゃ嬉しかった。フリエレめっちゃね、フリエレ大変だった。フリエレすごいね難しいんですよ、意外と踊りすごいね、踊りなんか結構難しかったんですけど、めっちゃ可愛い踊りなので、ですごい大好きな踊りです。美女優勝、大優勝、嬉しい嬉しい。写真も漏れてる、やったいいかもしれない。私水との相性いいのかなそういうことじゃないそういうことじゃないかな。嬉しかった。こいちゃんオールで練習してたって言ってたよね。こいちゃんって結構みんなね、私も結構だいぶ残ってやりました。あ、これです。これ宝なんです。ぜひ皆さんこれ使って。宝探すべきだんとこ、この3問でこうやってやるだけ。こうじゃない、こっちです。これ宝マークですを表してるそうです。からぜひ使って。チェキやってたらそのポーズしてくれる？え、もちろんだよ。しますします。あ、お花の方イメージしてた。宝でしたやめてたね。最初結構むずいなと思ってました。私もだいぶ結構難しい。もう今スッてできるんだと。いやー嬉しいね、こうやって。いやー MV 嬉しいな。今お友達からもたくさんね感想を送、友達がおか感想見てくれて感想送ってくれて嬉しかった、すごく。泣きそうになったよ、かわいいよって言ってくれた。夢に、いや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 、まだまだよ。なりたいね。縁結び覚えた私に恐れるものはない。確かにこれは縁結びよりは簡単かも めっちゃ喜んでるね。ね、嬉しい、ありがとうって感じ。そうだよ、 MV YouTube に載ってるからいつでもどこでも誰でも見られるじゃないですか。嬉しいよね本当に。今までって結構なんかこう本当に私を知ってる方しかなんか見られないようなところばかりだったから、こうやって乗れるって嬉しいなって思いますふふ。全世界に配信中。そうだね、これも確かに全世界だけど毎日見てね。MV だー、やったーやったやった。海外ファンからも久しぶりにこんな AKB らしい MV だという。確かにキラキラ感が AKB って感じだね。ねえ、でもそうだね、いつかは選抜として MV 撮影とかもできる日が来たらいいなって思いました、すごく。
すごい思いましたね。一発ルーム楽しかったよ。一発ルームいろんなね企画があってね楽しかった。会いたかったとかの MV 見てるような感覚。あー確かにそうか、確かにそうかもしれないね。どうだろう、でもうんどうだろう、慣れるように頑張ります。でもね、でも声にこう声に出して言うってすごい大切なことだと思うから、私はいっぱい選抜に入りたいですっていうのを声に出して言って自分もこう努力していきたいなと思います。すごいそう思う。声に出さないとやっぱり伝わらないこととかもあると思うから。言霊応援します。みんなありがとう、いつもありがとう。今のうちもっと好きを伝えておこうかな。え、なんで今のうちなの。今も伝えてほしいけどこれからもずっと伝えてほしいな言えば近づくね、言えば近づく。頑張りましょう皆さん、お願いします。なかなか会えなくなっちゃうかも。え、そんなことないよ、絶対に絶対にみんなといっぱい会えるよ。でもどうだろう、私ってなんかこうみんなが憧れるような顔って感じでもないじゃないですか。だしダンスがバキバキめっちゃキレキレに踊れるわけでもないし、歌がめっちゃうまいわけでもないから、本当になんか自分の強みを見つけるしかないなって最近すごく思いました。自分の強みを見つけてそこをいっぱいアピールしていかないといけないなってすごい思うですよね。だからちゃんとこれが自分の強みだって言えるのを見つけて伸ばしていけたらなって思います。スタイルの良さ、でもスタイルがいい子はたくさんいるからさね、自信つけさせやさになります。お願いしますねお願いしますねでいいのかな、わかんない、返信。ビジュアルが好きって言ってくれるの、ありがとう。本当に？顔が好きって本当？嬉しい。ありがとう。嬉しい。頑張ります。一応見たら忘れられない、記憶に残れる記憶残れますか。
でも確かに記憶に残るって結構大切だよね。なんかさ、ふーんみたいな感じでこう流して見ててもさ、次見た時あこの前見てたかもって なるのがさ、よく増えてったらさ、なんかさこう気づいたら、あ知ってる知ってるってなったりとかさ、そっからさなんかよく知ってくれるとかもあるかもしれないから、結構印象に残るって結構大切ですよね。だいぶだいぶ大切だよ。ね、なんか最初は何気なく見てただけだったとしても、そっからどんどん印象で覚えてもらうって結構必要だよね。顔に惹かれてカマキリでハマりましたカマキリでハマりましたは面白い、初めて聞いたその言葉よかった、頑張ってカマキリと格闘してよかった。ケルビンさん、クマありがとうございます。パパパパパパ、いいとこ書ききれない、嬉しい、ありがとう、一目見て好きなの嬉しい。今日なんかミユが嬉しい日だ今日いっぱい褒めてくれて、いい子、いいお知らせもたくさんできて嬉しい日だ。感想手紙書きます、待ってます。ね、皆さんも感想伝えきられなかったら、なんかお話し会とかでもいいし、お手紙とかでもいいし、皆さんからの感想って結構私の中で勉強になることとかもあったりとか、すごい嬉しいなと思うこともたくさんあるから、たくさん伝えてほしいです。思ったこととか感じたこととか解釈とか、皆さんの MV の解釈とか、いろんなこと、歌詞の解釈とか教えてね、ぜひ。カツリンさん、ありがとうございます。ちち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 ありがとう。てか聞いてください、咳止めを買ったんですよこの前、そろそろやばいかなと思って咳止めを買ったのね。そしたらさ、咳止め買った次の日に咳出なくなったからさ、使わなかったんです。咳止め使わずにさ、咳止まったんです。これさ、いいことなんだけどさいいことなんかあるあるなのかな、これ。私結構あると思うんですよね、なんかさ買ったのに使わない、なんか買ったタイミングでさ使わないことって結構悪くないですか、薬とか。めっちゃショック、咳止めね、高かった、咳止め結構高かったんです、高かったんだけど、そう使うとき来るかな。薬ってどれぐらいが消費期限なんだろう、1年かな2年かな。でも私そんな風邪ひくかな、まあでもそっか、結構だいぶ最近風邪ひきやすくなっちゃったかな。でも今回風邪ひいちゃって体調崩しちゃって、薬を常備するって大切だなって思って、薬をちゃんと常備したいと思ってます。常備しました、薬を買うってことを学びました。確かに周りのメンバーとかに紛られるし、確かに、女子力の女になれるね、栄養ね、あ、ビタミン剤は買ったビタミン剤は買いました。あ、薬箱ちゃんと作ったの、あ、多分、あ、え、多分、うん、多分作った
え、あそこに入れたよねみ、うん、入れた。薬箱をちゃんと作りました。とお友達が高校の時に消防車のこういう箱みたいなやつにプレゼントをいっぱい詰めてくれて、その消防車のこういう小物入れみたいな箱みたいなやつに薬入れてます。シスチン、ピオチン、ビタミン、なんかかわいい3つ取ればいいの？3つ1日に取れば、交互に取ればいい。なぜ消防車？救急救命士になりたかったから。消防車とか救急車が好きなんです。だから お友達から誕生日にトミカの救急車とか消防車とかもらってました。本当はドクターヘリ自分で買う予定だったんだけど、買えてないです。ドクターヘリ、パトカーも買えてないそういう系の仕事とかも来るといいね。ねえ、そうだな、うん、そういう系の仕事ができたら嬉しいなって思う。すごい。パトカー変えたらすごい。トミカね、トミカ、トミカですよ、トミカどんなに体調悪くても声聞けば全部治るし。ああ、じゃああそこは病院ってこと私たちはお医者さん もし私がなんか演技系のお仕事が何かできるよって言われたらやってみたいの。医療系の演技してみたい。医療系のねドラマとか映画に出たいなって思います。もちろん学校とかさ、青春系とかさ、ラブストーリーとかさ、ホラーとかあるじゃないですか。私は医療系がやってみたい。でも一番難しいっていうよね、なんか薬の名前とかさ、病名とかさ、覚えるのが難しいっていうよね。医療系のドラマとか出てみたい。おささん、ありがとうございます。新人ドジコ隊員とクールな先輩隊員、え、皆さんから見たら私そっちどっちかなんですかねそう、なんかちょっと体験できるじゃないですか。ナース役欲しいなってるけど、めっちゃしっくりくる。うん、嬉しい嬉しい、大好き大好きっていうか、そういうドラマとか映画とかも見るの好きだし、だからいつかできたらいいなと思うけど難しいかな。水島って怒られてそう。絶対そうだ絶対そのパターンです。水島、ね、ほんと使えないわねあなたって言われちゃいそうなタイプだと思う。多分私本当に多分ミスが多いタイプな気がする。現実で多分本当にこういう看護師さんがいたら絶対嫌だろうなっていうタイプだと思うナースコスの日、まあ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 、まあ、でもさ、ナースとかさのコスプレはさ、アイドルのうちにさ一回はやってみたいって思ってるよ。まあいつかのハロウィンかな。
それでも私は通い続けます天国野郎にナスあるよ、あるけど私はまだね当たったことがない。私は今までお蕎麦屋さんとこの前のガソリンスタンドさんとあとロリータと JK かなの4つです。つなぎめっちゃ可愛かったね。そう、私あれ一番着たかったの。多分私さ、あのあれが多分全部の中で一番似合う気がする。どう思いますか皆さん。皆さん何が似合うと思う？天国野郎の衣装個人的な感想だよ、個人的な感情とか意見ですよ。だから全部好きだけどっていう話ね。JK 似合ってた？ナース一番似合う、本当？お蕎麦屋さん似合ってた。あ、JK。あ、ジョータさん。あ、流れ星たくさんありがとうございます。すごい、みんないっぱい言ってくれるってこと。え、全部似合っちゃうってこと？え、そういうこと？でもまあ全部似合っちゃうか。天国やろう。っていう一人バージョン一人バージョンです。アンダー初日お蕎麦、そうお蕎麦です、お蕎麦屋さんです。してゆうさん、くまありがとうございます。オーバーオールに、なんか今年の夏なんか半袖のなんかズボンのやつを買おうかなと思って、なんか一個めっちゃ狙ってたやつだったんだけど、どこのブランドだったか忘れちゃって買えませんでした。買えなかった買えなかったんです。配信じゃなかったらただの痛い人だよねって言われた。え、みゆちゃん痛い子なのかな。みゆ痛い子なのかもしれない。じゃあなんか半袖でなんか つなぎっていうの、 なんかおしゃれつなぎみたいなやつ、なんかわかりますか、服のオーバーオールなのかな、あれセットアップなのかな、わかんないんですけど私も名前は。でもとりあえず長ズボンなんだけど、ここが半袖、上が半袖でなんかつながってるやつです。可愛いのがあったんですよ。でもわかんない、忘れちゃったもん。警察官とかやってみたい？うん、やってみたい。ロンパース？ロンパースっていうのかな？サロペット、サロペットはどうかんな名前がわかんない。の名前難しいよね。なんかさ、サロペットとかさ、ロンパースとかって似てるよね。似てるから難しい。救急救命士は消防署で働きたかったの。私は消防署で働きたかった。救急救命士も消防士にもなれる人になりたかったです。どっちもできる人になりたかった。こんな感じで消防士より救急救命士、どちらかと言ったら救急救命士です。うん、救急救命士が一番なりたかった。でもなんか
消防士を経験してからじゃないとなんか慣れない地域とかもあるみたいですよ。免許マニュアルな理由それです。免許がマニュアルなのはその理由そうだからもう使わなくなっちゃったけど、マニュアルじゃなくてよかったじゃんってなるけど、その理由でマニュアルの免許を取りました。そうだよ。消防団員です。え、あれあれですか、町のやつ。そう、最初は消防士で経験してから救急救命士になれるんです。ちゃんと調べて、でお友達のお父さんが働いている消防署に見学も行ったりとか、あとは消防士さんにお話聞いたりとかもちゃんとして学校も選んだそこまでしてた、ちゃんと。はやぶさ消防団見てますよ、私。見てる見てる、消防団員。そうなの、すごい。そうなんだ、すごいすごい。おとともが救命士を、え、知ってる、紹介するまでもないと思う、多分知ってると思う知ってます知ってます、この前公演も来てた、多分だけど、多分だけどね、私と話してる人が一緒だったらマルついてるけどさ、もう出てんねそれ名前綺麗な子が助けに来るとは、みんな逆に助けたい。え、助けてくれますか、助けてくれる、みんな助けてくれる、ミヤがもし道で倒れてたら水くれる献血しました。お、献血やったことないみゆ。レーンで倒れていい、レーンで倒れたら私が助ける前に多分スタッフさんにこう大丈夫ですかってなると思う。オレンジジュースあげます、すごい糖分嬉しい、オレンジジュース。ゆきりんさんが MV のことリポストしてる、嬉しい嬉しいです、後で見ます。でも私結構自分の体調の変化に気づけるようになってきて、朝起きた瞬間に、あ、今日やばい日だって思ったら本当にやばかったりとかするようになったんですよ。それって普通か普通かそれ朝起きた時点で体調悪いの気づくの普通、普通か。今までもそうだったっけ、みゆどうだったっけ。でもなんかこの前、お、ちゃんと自分で気づけたと思ったんですよ、思いました、思ったから。どうだろう、みんなはちゃんと自分で気づけるタイプですか、それともそんなことないですか。なんて話していたら58分だ。大人になった証拠、わーい、大人大人大人だ。ということでライブランキングを見ます。ちょっと本当に皆さんぜひ、あ、なんでもない。15位ベルベットさん、ありがとうございます。14位クリンピーさん、ありがとうございます。13位ユウさん、ありがとうございます。12位ゆきおさん、ありがとうございます。11位おささん、ありがとうございます。10位パンチョさん、ありがとうございます。9位かつりんさん、ありがとうございます。8位うるちゃん、ありがとうございます。7位じょうたさん、ありがとうございます。6位けるみんさん、ありがとうございます。5位じじい、ありがとうございます。
4位アキーさんありがとうございます。3位下ゆうさんありがとうございます。2位リリアンキョウさんありがとうございます。1位はジュンさんありがとうございました。ということで皆さん MV 素敵な MV になっているのでぜひ一日何回もたくさん見てください。あとはオンラインお話し会と握手会の再販が始まっていて、握手会の最初の10月28日の3部が残りわずかとなっているのでぜひたくさんの方にと握手できるの楽しみに待ってます。では今日も一日お疲れ様でした。チョキ。では皆さん明日も頑張りましょう。おやすみずみー、バイバーイ。おやすみー。さん聞いて感想も待ってるね。バイバーイ。 MV 見て寝て。バイバイ切ります。